今は実家にいます。ということで今回はですね、自己 PR とガクチカの5つのポイントについて今までの動画を集めてきました。就活生の少しでも参考になったらすごく僕らも嬉しいです。よかったと思ったらコメントとチャンネル登録の方お願いします。ということでどうぞ。用意してきていただいた ES を説明してもらえますか。はい、では最初に自己 PR をお願いします。はい、はい、私は何事にも失敗を恐れずに果敢に挑戦して取り組んできました。大学2回生の頃にカナダに留学に行っていたのですが、その時にボランティア活動としてカナダにある日系ビジネス協会にのボランティアに活動していました。その時にそこの課題としてとても知名度が低いという問題があって、でそこに対して私は SNS がもっと運用したらもっと知名度が伸びるのではないかと思って、自ら SNS 担当に立候補して活動をしてました。でそこで初めはただ単に量だけをこなしていて、でもそれでもフォロワーが全然伸びなくて、考えた結果ターゲットを絞ろうと思って、その30代のビジネスマン、カナダ在住のビジネスマンにターゲットを絞って、その人たちにより有益な情報を更新して、投稿を毎日日々の投稿とかフォロワー相互フォローをすることによって、フォロワーが最終的には1週間で10倍以上にすることができました。私はこのように常に問題意識を持って取り組んで、課題に対して全力で取り組むようにしています。はい、ありがとうございます。今の ES はですね、正直に言うとバツです。話にならないです。結構読んでびっくりしました。悪い意味で。このままいくと就活は絶対成功しないので、かなり不安です、こちらとしても僕としても。なんでちょっと本気で取り組んだ方がいいと思います。いろいろ理由があるんですけど、まず1個目、期間が短すぎる。今までゆうさんは人生何年間に聞いてましたか？21年です。で今回この話って何日間の話ですか？2週間ぐらいです。その2週間で今後もしね就職したら何年間働きますか？30年以上ですよね。はい、30年以上勤める会社においてたった2週間のエピソードで私の人間性を分かってくださいっていうのは無理なんだ。古賀さん、自己紹介お願いします。清新女子大学文学部日本語日本文学科3年生の古賀優和と申します。本日はよろしくお願いいたします。今回はですね、1分間の自己 PR を改善できたらなと思っております。早速なんですけども、古賀さんの方から1分間の自己 PR の方をお願いしてもよろしいでしょうか？私の強みは成長し続けることに貪欲なところです。私はインターン生として働いているインターネット広告会社において初月ながら社内月間 MVP を取ることができました。最初はただ上司にその日のクリック数を報告するのみでした。しかしそれではロボットと変わらないと気づき、自分で解決できることを考え改善を続けることを決めました。そして改善を続けたことによって広告を達成できるスピードが上がり、一度に複数の広告を任せていただくことができました。その結果社内月間 MVP を取ることができました。その経験から自分で課題を考え解決を続けることの大切さに気づきました。以上です。今の自己 PR、辻さん的にどうですかね？課題とか改善をどんどん変えていける、その貪欲さがあるってことを言いたくって、でそれに対してはインターンをしたときに月間 MVP 取ったというような具体的な話もあったんでいいと思います。なんですけども、古賀さんの印象とやってることの貪欲さっていうのが実はちょっとつながりにくい感じするじゃないですか。タイプとしてね、こんなことまでできるんだ、またこういう場面でも貪欲なんだっていういくつかを見せていかないと、一つの話だけで本当に貪欲だっていうふうなことっていうのはないと思うんです。古賀さんも実際は多分いろんなことでそういう貪欲さがあるじゃないですか。これね、実は就活選手の間違ってることがすごく多いんだけども、しっかり深掘って一つに絞って話をすべきだっていう話って聞いたことないですか？はい、いろんなことに目を向けるよりも自分の一番頑張ったことをドンって伝えた方がいいみたいな、はい、僕もそう思ってます。それはね 80% は正解。それ何かって言ったらですね、インターンで頑張ったって言っても証明できないでしょ。 MVP 取りましたって言っても、その MVP がどのぐらい大変なものなのかとか、それがそもそも本当なのかわからないですよね。サークル活動でも副キャプテンでキャプテンがすごくって、横でじっと見てるから自分何もしなくてもキャプテンがやったことを自分がやったように言うことって可能でしょ。ありますね。チームでやってたら誰がすごいとかっていうのが見えにくいですもんね。そうなんです。本当かどうかを確かめるためには、その時どんなこと考えたのとか、どうしてそこにそのやり方したのとか、詳しいエピソードを聞いて初めてどうも本当だなっていうのを確認する必要があったんです。
だから要するにエピソードを絞っていった方が伝わるよっていうのは 80% は正解です。ただね、例えば料理で言ったら、もともと持ってる素材がさ、めちゃくちゃ高級な A5 ランクの肉を持ってて、これ一品でどうったら食べたいですっていう、でもそういう肉じゃなくってもうちょっと安いものしか持ってなくって、これを一歩って言って言うだけでは魅力としては落ちてしまいますよね。古賀さんとかはインターンだけじゃなくって他の場面でもできるんですって伝えた方が面接官がおっと思うんです。実際リアルに自分の中で3年間つらかったね、けど挫折したけど、それを立ち向かった経験って何ですか？挫折かわかんない、挫折してんのかなって感じ。何かに本気に取り組んだことあるみたいな、時間と労力を注ぎ込んだのは何一番？そもそもそれがないんじゃない？何してたの1年生、2年生とか。やることはいろいろやってるんですね。留学もしたし、フリーランスとしても LP 書いたり、中国を教えるビジネスもちょっとしたり、あとは検定の資格、中国の一番上の検定取ったり、ちょくちょくやってるんですけど、挫折はしてないっていうか。何かに人生かけて本気で取り組んだって経験がないって。確かに人生かけて何かやってる、確かにないかもしれない。それじゃない。だから自信ないんじゃない。でもさ、そういう学生いないから、もしあったら無双できると思う。いろいろやってきたけど、でも挫折とかめっちゃ辛い思いしてないなって思っちゃうんですよ。どうしよう。どう思いますか？そう、難しいなと思ったのが、はい、僕はその大学で4年間かけて取り組んだものみたいなのがバシッとボーとか1個あるんですよ。かといって今周りで働いてる人たちにみんなそういうのがあるかってないそうですね。でそういうのがある人の方が優秀かとか仕事ができるかとかそういうわけではないし、で今僕がずっと考えてたのは、仕事で求められることは必ずしも一言にグワーッと全力投球するで壁を乗り越えるって話ではないのに、 ES ではそういうものが良き人される風潮はこれはどう捉えたらいいんだろうなと今思って考えてまあ短い時間だからじゃないですか。もう就活っていうのがさ10分とかでさ、この人間性を伝えなきゃいけないから10分っていう意味で言うとワンエピソードしかないわけじゃん。だからそうなっちゃう、構造的に。まあまあそうですね。ちょっとでも今話伺ってる感じだと、そのなんか LP 作ったとか、資格取ったとか、中国語の教えるビジネスやってたとか、いう話からいくらでも作れそうですけどね。挫折経験ですか？あ、それ挫折したことを教えてくださいって設定もあるんですか？もうあります。あ、てか答え論だから、もう3年間の中で、もう相対的にこれだと。まあ、一番頑張って話せるだろうみたいな。まあ、分かりやすいと、まあ、時間を使ったものっていうのは。いろんな人事の人から聞いて、多分挫折したものは正直何でもよくて、うん、どう乗り越えたかの、その乗り越え方の考え方とか、具体的に実行した自己力あるのかとかが見られてる気がするから、若干エピソード弱くても全然いい気がします。まあ、そうだね。再現性があるかないか。要は入社した時にどういう行動するかを想像したいわけです。その時も想像してもらえればいい。想像してもらうと思っていれば、入ったらこういう行動しますよっていう。わかりました。エントリーシートで落とされた企業にフィードバックいただいたんですけど、そこに自分の売り方が弱いとかアピールの仕方が弱いですって言われていて、でも弱いって言われたから乗らなきゃ乗らなきゃってなってるんですけど、盛るっていうよりも掘るっていうのが大事で、はっきり言って紅白歌合戦出ましたとか全国優勝しましたって言われない限り、エピソードの凄さってある程度大人になってる人から聞くとすごいと思わないわけよ。そのままそのエピソード一発でもう内定だよっていうエピソードの強さ以外に関しては、そのレベルってあんま関係なくて、そこで何を感じたかとかのリアリティとか、あ、わかるわ、それ絶対辛いわとか、でもそれをこうやって克服したの強いわって方に共感するから、一つのエピソードをそれが大したことないコンクールなのにめちゃめちゃ難関のコンクールで優勝したって、こう上に盛るんじゃなくて、そこの時に感じた感情とか掘って掘って自分と向き合って、要は恥ずかしいところをさらけ出すって方じゃない。グループをまとめるときにみんながなかなか協力してくれなかったところを、こういう風にして力を合わせて成し遂げることができましたって、なんかよくある話だなと思っちゃうけど、例えばそれを嘘ついちゃダメなんだけど、自分が全く LINE を返信していなかったことにより自分だけグループを外されましたとか言うと、一番言いたくないことじゃん。なんならそれでこいつダメだなって言うと落とされそうじゃん。でもそっちの方が一気に引き込まれるよね。でみんなぶっちゃけそんなことがあるから、ああなんか本当のこと言ってんなみたいな。で完全に自分だけグループから取り残されたんですが、そこで今までだったら逃げてたところを実際一人一人に会いに行って
って話してみたいな、またグループに戻させてもらって、そこから反省して誰よりも早くレッスンをするようになってみたいに言うと、ああなんかそういうなんか一回人間関係で見れたことを経験して、でも一回受け入れてみんなの輪の中入ったっていう経験してるやつは強いなとかって思うよね。自分の本当に辛かったこととかをさらけ出すと本当だなって思うみたいな、それ考えてみます。すごい嫌な言い方なんですけど、面接官ってやっぱ聞き飽きてるんですよ、綺麗事を。社会貢献したいからすごいいいこと言うんですけど、なんでそう思ったのかっていうところがなかったりとかすると、やっぱその悔しさだったりとか、その自分で嫌だなみたいな感情から生まれた感情って結構強かったりするじゃないですか。だからそれがあって、自分はこういうことがしたいんだっていうところが見えないと、ただ綺麗なこと言ってるだけの人になっちゃうと、無造無造なく埋もれちゃうと思うんですよね。なんか自分が本当に体験したこととか、自分が嫌だなって思ったこととかをちゃんと認識して、自分で覚悟して変わったんだっていうところを見せた方が結構伝わりやすかったりするので、やっぱ自分の原体験として何やってきたかっていうところをちゃんと整理して、もうちょっと深掘りした上で、まとめてお伝えをした方が私は響くようなメッセージになるなっていうふうに思いました。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら、コメントとチャンネル登録の方お願いします。このシリーズは何個かやっていく予定なので、次も楽しみにしててください。バイバイ。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。